マスク着用のルール、他の交通機関や集客施設も方針を示しています。まず、名古屋市交通局です。お客さんの判断に任せるとしています。また、職員は当面着用の予定ですが、事務職など乗客の対応がない職員は個人の判断に任せるということです。名鉄も同様の対応、またマスク着用を呼びかける掲示物は撤去する予定だということです。うん、続いて、デパートを見ていきます。 jr 名古屋高島屋、そして松坂屋名古屋店もお客さんの判断に任せるとしています従業員は当面着用これは職種関係なく当面着用するとしています続いてレジャー施設です長島スパーランドもお客さんの判断そして従業員は当面着用としていますがレゴランドジャパンはお客さんも従業員も個人の判断に任せるとしています、うん あの基本はやっぱりお客さんは外してもいいけれども従業員はマスク当面着用しましょうというスタンスのところが多そうでですね、うんうんうん、でもやっぱり3月13日から個人の判断でということになるんでね私も実は外そうとは思っているんですけれども気になるのは他人の目。 意外とすぐには外さないっていう方も多そうですもんね,そうね,そうだね。でもそれをあえて頑張って外そうと思ってるんですよ。だから、そういう方を見て徐々に外していく気分が高まるのか、はいうん、やっぱり気温が上がってきてからなのかね。ちょっと当面様子見の方もいるかもしれません。はい、いよいよ来週からです。